洗濯をしてきました。おはようございます。今日は朝からちょっとデザート行きましょうか。ほらこれすごい綺麗でしょ。わかるかな、この層になってんの。名前がハッピーとろけるいちごショート。なんか細かいこと書いてあるけど読めません。わかるかな、この美しさ。なんかいいでしょう。朝っぱらからこういうものを食べるっていうのは贅沢ですね。いただきます。お、意外と生地がさっくりしてるな。今時のいちごショートですよ。こんなのに入ってるけど、これで誕生日してもいいぐらい。こっちだけこういう風に食べたらさ、もう一回蓋をすればさ、食べてないみたいな感じに。ケーキ屋に売ってたんじゃないんですよ。スーパーのヨーグルトとかプリンとか売ってる棚の前の方に段ボールで積み上がってて、今日はおやつはなしだね。これを何に使うかだな。ホームセンターとかにベタっていう魚売ってるよね。こういうなんかすんごいちっちゃな容器にさ、水と水草とえらく派手な魚が入っててさ、一匹だけ。あれよりかメダカをこの中に2匹ぐらい入れて水草入れたらちょうどいいんじゃない。